もう遠征期間が今日で終わるということになりました。今どんなお気持ちですか？本当に寂しい気持ちでいっぱいです。はい、もうずっと残りたいということですか？そうですね。もうずっと残りたいです、本当に。帰るのが本当に寂しいです。あ、そうなんですか。それだけ園田秀樹というのは魅力があったということでしょうか？まあそうですね。まあ、本当に、競馬に関しては、非常にいい経験をね、たくさん積ませていただきましたし、うん、たくさん勝たせていただきまして、うん、まあ、もちろんそれも良かったし嬉しかったんですけど、まあ、本当に、プライベートも充実してましたし、ね、うん、本当に多くの皆さんに可愛がっていただいて、まさか帰るときにこんな寂しい気持ちになるとは思わない。そうですか。で、まあ、成績面からお伺いしましょうか。昨日まで113戦14勝という成績でした。これ自身は満足できたというふうに感じられますか？まあ、そうですね、まあ、一定の、成績を残したかなと思いますけど、取りこぼした競馬もありますし、まあ、満足っていうところまではどうかなっていう感じです。はい、まあ、勝率は 12.4%、 それから連帯率 25% を超えるという数字は、まあ、決して低い数字じゃないと思いますし、あの信頼度が上がったような数字には思います。まあ、姫路が始まって、最初の1周目と2周目に関しては、本当に乗り方が自分の中でも分からなくて、バタンと崩れたんですけど、まあ、そこから少しリカバリーできたんで、まあ、よかったかなと思います。はい、そうですね。まあ、特にね、リンキースの馬で上位に持ってきて馬券的にも貢献度が高かったんじゃないかなとも思います。まあ、人気はね、あの皆さんが決めることなんであれですけど、まあ、本当にうまい、頑張ってくれました。はい、それであのご自身今あの寂しい気持ちというふうにおっしゃってましたけれども、関係者の中でも帰ってほしくないというような声も多く聞かれています。ありがたいですね。本当にあのこの園田で得た経験というのを今後生かしてもらいたいと思いますけれども、一番何か自分の中で変わったとか得られたというものって何があるでしょうか？そうですね、まあ、積極性かなと思います。それは以前にはなぜなかったんでしょう？まあ、考え方が硬かったと言いますか、やはり、門別は大バトのコースですから、しまいに少しでも足を残したいという、まあ、邪念じゃないですけど、そういう部分が出てきて、ちょっとこう行くのをためらったりっていう部分がありましたんで、まあ、園田姫路は小回りですね、その部分をフォーカスしていかないと、結果に出てこないですね。ただまた大きな馬場に戻りますけれども、この園田であの得た経験というところは活かせそうですか？もうガンガン行ってやろうと思います。おー、そうですか。じゃあもうこの後のレースにしっかり見てくれという思いがあるわけですね。はい、それとまたあのこうした期間限定騎乗で来てくれて盛り上げてくれましたので、また来年もという声も多く聞かれています。もう来年も、来させてもらうつもりではいますけど、本当にそれだけ魅力があったというわけですね。いや、もう本当に今でももう帰りたくないです。まあ、あのそれで偽らざる本心だというふうには思います。さあ、それではあのこうして2ヶ月間頑張ってくれました、あのそして応援してくれましたファンの皆様へのメッセージをやりました。2ヶ月間、兵庫県競馬でお世話になりました。本当にありがとうございました。この経験を生かして、北海道に戻っても頑張りますので、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。本当にまた大きいところでの活躍というのも期待しますので、はい、頑張ってください。ありがとうございました。